時刻は9時42分です。 FM 大阪からお送りしているマルシェクク、毎週水曜日のこの時間はビッグマルシェ。300万人以上のユーザーを持つソーシャル経済メディアニュースピックスとのコラボレーションで、各国内外100メディアのニュースのほか、ニュースピックス編集部が作成するオリジナルの記事を紹介していきます。ニュースを紹介してくださるのはニュースピックスの平山さんです。今週もリモート出演となります。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。もうここ数ヶ月はずっとリモートで出演していただいてますし、はい、このコーナービッグマルシェももう新型コロナウイルスに関する話題やテーマでお送りしてきましたよね。そうですね、ずっとそういう話題を提供させていただいてましたね。今日はまた違ったテーマでご紹介していただける感じですか？はい、そうですね。今日はですね、先日日本時間の5月31日の未明にですね、アメリカでロケットが打ち上げられまして、はい、2人の宇宙飛行士を乗せた民間宇宙船クルードラゴンがですね、国際宇宙ステーションにドッキングさせたというニュースをお伝えしたいと思っています。はい。でこのニュースはですね、世界ではですね、主要メディアが速報で取り上げるぐらい大きなニュースでして、うん、そうでしたね。今回の打ち上げはですね、人類による宇宙開発史の大きな転換点とも言われているニュースです。はい。で、今日はですね、それを詳しく お伝えしようと思うんですけど、まずですね、今回打ち上げられたロケットを作っていた企業なんですが、こちらのスペース X という民間企業なんですね。で、この会社はですね、イーロン・マスクというテック界のスーパースターが率いている会社になります。存じております。はい。で、分かりやすく言うとですね、ZOZO の元社長の前澤さんが月に行くぞという発表された時があったと思うんですけど、うんうん、その時横に立っていた外人がイーロン・マスクですね。そうでしたね。はい。前澤さんはイーロン・マスクが作ったロケットで月に行くお客さんになります、ね、そうなんですよね。はい。ただですね、今回有人飛行の、話だったんですけど、ロケットで人が宇宙に行くというのは毎年のように行われていまして、うん、何が特別かっていうのがいまいちピンとこない方もいらっしゃると思うんですね。はい。でそこにはですね、実はアメリカの宇宙開発の歴史がちょっと関わっているっていうのが、まあ、ミソになっています。はい。で、米国のですね、宇宙開発はですね、第二次世界大戦が終結した1950年代から始まっていまして、当時はですね、冷戦真っただ中で、宇宙開発の分野でもアメリカとソ連がしのぎを削っているような状況でした。はい。で、その中で、1957年にですね、ソ連が人工衛星を軌道投入に成功させているんですね。で、これアメリカに先じてという形になっています。でその後人類初の宇宙飛行でも1961年にソ連がガガーリンを乗せた宇宙船の打ち上げに成功させてアメリカの先を行きます。はい。でガガーリンのですね、地球は青かったというのは誰もが知る名言になっていると思いますが、このようにソ連が先を行っている状況だったんですね。でアメリカはずっとこう先を行かれているソ連に対してケネディ大統領がアポロ計画という有名な計画を打ち出します。でそれで1969年にアメリカはアポロ11号を月面に着陸させるというのがありますね。はい。でこの、宇宙飛行士バズ・オルドリンが月面に立った星条旗とともに写る写真っていうのは、まあ、皆さん見たこともあると思いますが、非常に印象的な有名な写真になっています。はい。ただですね、アメリカの宇宙開発っていうのはですね、正直ここがピークだったと言ってもいいぐらいの状況になっている。はい。結構アメリカって宇宙開発引っ張っているという印象あると思うんですけど、結構ここがピークだったと言われる方もいらっしゃるぐらいでして、でなぜかと言いますと、その後、まあ、有名なスペースシャトルですね、運用を始めるんですけど、実はスペースシャトルはですね、2回の事故で実に14人の宇宙飛行士の命を落としているというような非常に辛いニュースもあってですね、計画を2011年をもって終了しているんですね。ねえ。はい。で、その後、アメリカ人も宇宙には行ってるんですけど、宇宙に行くためには、ロシアの宇宙船ソユーズに乗って、うん、
旧ソ連のカザフスタンから打ち上げを行って、アメリカはロスの宇宙に行っていたというところがありまして、宇宙開発のライバルだったロシアに頼らざるを得ない9年間という、まあ、雪辱と言ってもいい9年間を。そうでしょうね、はい、アメリカは乗りたくないけどね、乗らないといけないしねという状況ですね、はいはい、でただですね、アメリカはロシアに頼りきりだったという状況なんですけど、この宇宙飛行に関して、地球に近いですね、低軌道と言われるところのところはもう国での開発をやめていたんですね、うん、でなぜかと言いますと、そこの軌道に乗せるぐらいのロケットであれば民間の技術でいけるというふうにもう判断して、もう民間に任せようと、いう判断をしたのが、まあ、アメリカの判断でして、で実際にこう NASA とか国が開発するものに関しては、その先の月でしたりとか火星といった、うん、遠い宇宙ですねを探索するミッションに専念していたっていう事情がありまして、でこれ実はNASA 自体にも予算が限られていて、そんなに予算がなかったっていう事実もあるみたいなんですね、うんうん、なのでそういうふうに民間に任せていこうという流れになっていまして、でその中で今回のスペース X という会社が選ばれるんですけど、まあ、多くの会社の中から選ばれたのがスペース X だったというところですね。でこのスペース X はですね、実はこれまでのロケットの作り方とは違って、かなりコストダウンをして、民間というところだとスタートアップ企業だということで、スピードとコストアップに長けていて、で実際にですね、2002年に設立されている会社なんですけど、たった18年で人を宇宙に運んだという、すごいな、実績を作ったというところなんですね。はい、そうなんですね。で今回のクルードラゴンなんですけど、搭乗料金がおよそ59億円と言われているんですね、まあ、非常に高いんですけど、でもなんか高すぎて分からなくなりました、はい、ただですね、先ほど話してましたロシアの宇宙船ソユーズを借りて行ってた時の搭乗料金が、82億円すると言われてるんですね。だいぶ削減できますね、はい、そうなんです。なのでかなりこうロケットをコストを落として作ることで宇宙に行く価格が下がったというところにも貢献しているという状況なんですね、うん、23億円ですよ。はい、そうなんです。そういうふうに民間でこういうコストを削減してロケットを作って、それが宇宙に行った、それも人を運んだというのが、うん、まあ、歴史的な事実なんですけど、ちなみにですね、このクルードラゴンですね、次のステップがもう計画されていまして、はい、今回戻ってきて成功した場合はですね、次8月30日を予定しているんですけど、うんうん、日本人宇宙飛行士の野口聡一さんが乗って、国際宇宙ステーションに向かうという予定になっているので、うん、これ日本人としても非常に楽しみだ。そうですよ、はい、計画になっています。この番組でも、ね、ニュースのコーナーでお伝えしましたけども、やっぱりなんか誇りですよね、日本人の誇りですね。そうですね、はい、で今後ね、どうなるんですか。はい、で今後なんですけど、宇宙開発ですね、こうロケットも民間に委託されてきているんですけど、実はですね、先ほど話してましたの宇宙ステーション、国際宇宙ステーションも、はい、2024年、あと4年後ですね、に民営化される計画になっています。でですね、NASA の発表ではですね、1泊380万円で宿泊できる、滞在できるという。え380万円です。すごいな、はい、国際宇宙ステーションに泊まることができるんですか。はい、はい、たった380万円で滞在できるという。高い高いまあでもただですね、うん、ベッドそこに行くまでの渡航費はかかるみたいなんで、さらにおそらくこのクルードラゴンで行くと59億円ですかね。59億380万円そうですね、だいたい60億ぐらいででもね、せっかく行ったんだったら2日ぐらい泊まりたいってなりますよね。そうですね、はい、ね、じゃあ760万円になっちゃうということですけど、はい、でもまあ富裕層の皆様たちはやっぱり誰よりも早く行きたいっていう気持ちがあるんじゃないですかね。あとですね、また今回打ち上げの前にですね、すでに NASA から発表されてるんですけど、トム・クルーズさんが、はい、この国際宇宙ステーションで映画の撮影をするという計画をされています。はい、じゃあもう俳優で一番最初に行くのがトムっていうことなんですね。そうですね、今スターウォーズとか CG でやってるやつが本当に宇宙で撮影されるっていう時代が近くなってるかもしれないですね。でも、ね、撮影で行くってことはもちろんそのクルーも一緒に行くわけじゃないですか。カメラマンの方とか音声の方とか、はい、皆さんワクワクしてるでしょうね、きっと。そうですね、はい、うわーすごいな、リアル CG じゃなくて本当にリアルな映像が
楽しめる日がもう、はい、もうすぐそこまで来てますよ。そうですね、おそらくかなり近づいてきてるんだと思いますね。すごい時代になりますね。はい、あの楽しみですね。すごい、そのうちあの旅行のパックの中にも宇宙旅行っていうのが普通にできるんじゃないかなと。はい、あの本当に、ま、あんな世界じゃないですけど夢みたいな話があの現実になってくるかもしれないですね。そうですね、なんかあのワクワクする話題をありがとうございました。はい、さてニュースピックス、アプリで記事を探す場合はカタカナでピックマルシェと検索をしてみてください。たくさんいろんなニュースが載ってますよ。ということでこの時間はニュースピックスの平山さんと一緒にリモート出演していただきまして、今日は宇宙のお話をしていただきました。平山さん、来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。